夜寝る時に使う枕には素材や大きさなどいろんな種類がありますが、その枕の選び方を間違えると二重顎になる。二重顎というと肥満が原因というイメージがありますが、枕の選び方を間違えてしまうと太っていなくても二重顎になる恐れが。枕選びを間違えると二重顎になる。ポイントとなるのは筋膜。二重顎を簡単に解消する方法もご紹介。首都大学東京理学療法士の武井教授に聞いてみた。柔らかい枕は二重顎の原因となります。ここが初耳ポイント。二重顎になってしまう枕とは柔らかい枕なのです。硬い枕と比べると柔らかい枕っていうのは頭の方が沈み込んじゃうんですね、はい、そうなるとこの前の筋膜が伸びていってしまうわけですね。まあゴムがキューと伸ばされていってしまいますので、その力が弱くなっていくわけですね。筋膜とは筋肉を覆っているネットのような膜のこと。問題なのは柔らかい枕で寝ている時の頭が沈んで顎が上がった状態。1ヶ月もこの状態で寝ていると筋膜がかなり緩んでしまい二重顎になってしまう恐れがあるのです。今年筋膜から肩こりに注目し時の人となった武井教授が二重顎撃退の理想の枕をテレビ初公開。ここで取り出したのはタオル。というのもこのタオルで簡単に二重顎撃退枕が作れるという。バスタオルをですね、まあ、四つ折りにしていただいて、でその上にですねさらに少しこう六つ折りにしていただいたものを3枚4枚重ねていただくと硬さ的にもちょうどいい硬さになっていきます。二重顎撃退枕は高さもポイント。タオルを四つ折りにしさらに六つ折りにしたタオルを3枚程度重ねた。頭がちょっと上がるくらいが理想。普通の枕に比べても意外と低いんです。そう、高い枕もダメなんです。高い枕も二重顎のもと。顎が下向きになると気道が圧迫され血液やリンパの流れが悪化、むくみやたるみを引き起こし二重顎の原因となります。さらに武井教授は枕選び以外にも世の中に広がっている意外な二重顎の原因を指摘。美容雑誌などで推奨するこのような顎を上げてたるみを伸ばすストレッチ、実はこれ逆効果。二重顎になってるからといってこう伸ばしてこうさするようなこともやることありますけども、そうすると伸びたゴムをさらに伸ばすことになりますので、またちょっと時間が経つと二重顎の方がさらにひどくなるということも。ではどうすればいいのか。1日たった3分でできる二重顎解消法をご紹介。こちらの女性にこの方法を2週間続けてもらったところ、二重顎がご覧のようにすっきりしています。比較するとその差は歴然。恐るべし二重顎解消法、一体どんな方法なのか。まず両手を後頭部に置きます。そして顎を喉元につくように引いてこの状態を5秒キープ。この動きを1日3回2週間続けると伸びきってしまった顎の下の筋膜が鍛えられ二重顎解消の効果が期待できるんです。